こんにちは。今回は島さんとのコラボ動画第2弾、韓国ヘアの巻き方です。やり方は前回同様、山口梨沙さんに教えていただきます。使うコテはクレイツの 32mm のアイロン、ヘアアイロンです。温度は160度で巻きます。最初に顔周り、耳より前の毛を取って半分に分けます。で、下の段を外羽から波打ちします。1回、2回、3回します。次、上巻きます。ここは2つに分けて縦に巻きます。で、ここも巻きます。少しこの巻いてる毛束をちょっと前に引きながら、で、中間をしっかり顔周りは巻きたいので、結構上から巻くのがポイントです。で、だんだん先移動してって巻くと可愛いのと、あとこの前髪とこうつながってるように見せたいので、この顔周りも前髪のつながるように。反対側も同じように耳の近くで巻けて上取ります。下を波打ちします。と羽して1回、2回と3回やります。もっと髪長い子は4回やっても大丈夫です。なんか当てる時間とかに当てる時間はあんまり当てすぎると髪が傷んじゃうので、だいたい3秒4秒ぐらいですかね。上も下ろして、で、ここは2つに分けて、で、これもちょっと前に引いてフォワードし巻きます。上の方から巻いてもらって、で、後でほぐすので、ちょっと一旦ほぐさずそのままにしときます。で、ここ巻くとき、ここより少し巻きをちょっと下から巻くと可愛いので、少し下に巻きます。全部同じ高さから巻いちゃうと緩いウェーブっぽくならなくて、こう顔周りが一番カールが強い方が可愛いので、前髪からつながるように巻きます。後ろは3つに分けます。最初1段目耳ぐらいで分けます。で、ここも2つか3つに分けて、ここも外羽1回して、2回して、で、3回。で、こっちも外羽1回して、で、2回して。で、この波打ちの時に少しだけ上に行くにつれてウェーブを大きくして巻くと可愛いです。鉢植えぐらいで取って、ここも波打ちします。ここはちょっと毛の量が増えるので3つぐらいに分けるといいです。1段目よりちょっと滑らせて、ちょっと緩いウェーブにすると可愛いです。で、なるべくこのウェーブのカールの巻き具合が均等になるようにちょっと見ながら巻くと可愛いです。
白巻きってセルフで巻くの結構難しいと思うんですけど、はい、そうです、ね、なんかコツとかってありますか？自分で巻くときはもう前に持ってきて こっちに、うん、持ってきて巻くといいと思います。で最後上を大体4つぐらいに分けて、でさっきのこの顔周りの巻きとこう斜めにつながるようにちょっとこれも少し下げて巻きます。同じフォワードです。中間巻いてだんだん下げます。さらに下げてちょっと下巻きます。でこれも巻いたら触らずにこのまま置いときます。で次反対を、またこっちもこのフロントからこう斜めになるようにフォワードで巻きます。ちょっと地面に対してなんか平行になる感じですか？そうです、入りはこう斜めにいっていいんですけど、毛先巻くときはちょっとこう横にちょっとずらすと、この毛先がグッてクリンって入るんで、この方が可愛いですね。最初斜めに入れて巻いて、でこの辺からちょっと横にするといいと思います。巻いた後にシマのエッセンスっていうちょっと軽めのオイルつけます。オイル4プッシュぐらい、ロングの子だったらつけます。毛先からつけて、でちょっと中間に馴染ませます。でつけたら串で全体をほぐします。串はどんな感じの串だったらいいですか？でもブラシでもいいし、普段使ってるので大丈夫だと思います、うん、全体ほぐすとこういう大きい緩いウェーブになって、でオイルつけてるとツヤも出るので、基本的にあまりつけないんですけど、もし取れやすい子は、まあ、ここの顔周りだけ少しスプレーしてあげると、ここが取れてくるとちょっとボリュームもなくなってきちゃうので、あと取れやすいんで、ここ結構。以上、韓国ヘアの巻き方のご紹介でした。少しでも参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、そしてリサさんのインスタのチェックもお願いします。また次のコラボ動画をお楽しみに。